実はこれやると嫌われる？シュークリームの食べ方の話。私だけかもやけど、手が汚れたり、変な場所からクリームこぼれるのが嫌で、シュークリームはスプーンで食べる派になったねん。そしたら、気取りすぎる。逆に下品。あんたキモい。とか言われたねん。でも、今後もスプーンスタイル、やめへんですよ。